ボンジュー。今日は冬のドライブをご一緒しましょう。1週間ほどアルザス地方に滞在していました。アルザスといえばフランスとドイツの狭間で翻弄された歴史を持つ土地。悲惨な戦争も一度や二度ではありませんでしたが、今回出会った地元の人々は紳士で心優しい人たちでした。ドイツに近いということで、お料理ならシュークルート、そしてクリスマスマーケットでも有名ですね。午前中までのお仕事を終えて、いよいよパリに戻る。その日は気温がぐっと下がったせいもあって、辺りが霧に包まれていました。アルザス地方からパリまでは車でおよそ6、7時間。列車だともっとずっと早いのですが、新型コロナウイルス感染への用心から今回は車での移動になりました。このところ冬に地方を訪ねる機会が減っていましたけれども、思い返してみると、私はフランスの田園の霧の風景がとても好きでした。アルザスの南の方からパリへ向かうルートは西北を目指して走ることになります。日中の時間の短いこの時期、昼過ぎに出発してパリに戻るとなると、どうしても到着は夜になってしまいそうですが、できるだけ明るいうちに距離を稼ぎたいところです。この辺りはブルゴーニュ地方に入ってきているでしょうか。私にとってはとても馴染みのある、ある種懐かしい風景のように思えます。というのも、ブルゴーニュには兄弟あるいは家族のように私を迎えてくれたファミリーがあります。一つはセーヌの源流に住む家族、そしてもう一つは革職人のカップル、ピエールとジュヌビエーヴです。この辺りはあまりにも幻想的な美しさなので、私たちは車を止めて降りてみることにしました。どうでしょう、まるで夢を見ているようではありませんか。こんな風景は例えば狙ってやってきても巡り会えるものではないでしょう。だから巡り会えた時というのは人生の幸運に出会ったと言ってもいいのかもしれません。先を急ぐ旅なら当然走り抜けてしまった方がいいに違いありませんけれども、道草が与えてくれる幸せというのもありますよね。おやおや、左側の空に彩雲が出ています。実は1週間前パリを立つ時、雨模様だったんですが、その空にも虹が出ていたんです。旅の最初と最後に虹を見る、なんとラッキーなことでしょう。フランスの内懐の豊かさ、美しさを私に教えてくれた人たち。ピエールとジュヌビエーヴはさらにフランスの南の方へ距
拠点を移してしまったので、なかなか会えずにいます。一時期はそれこそ毎月のように通っては彼らと時間を共に過ごしたものです。ピエールは MOF フランス最優秀職人賞のタイトルを持つ腕前の革職人、エリゼ宮、大統領府をはじめ世界の富豪たちからの注文など、一点物を作るいわば現代の匠という仕事にブルゴーニュの田園のアトリエで取り組んでいました。昔の農家を改装して住まいと仕事場にしていた彼らの家、それを包み込んでいた霧の風景は今でも鮮やかによみがえってきます。もう20年近くも前のことになりますが、考える人という雑誌で1年間の連載としてピエールとジュヌビエーブの四季の風景と仕事を写真と文章とで紹介したことがあります。少し懐かしくなって考える人2004年冬号の私のページを開いてみましたら、こんな風に始まっていました。フランスの家の作りの常でピエールとジュヌビエヴが暮らすブルゴーニュの家も、室内全部に温水式の暖房設備が施されている、アトリエの壁にも天井まで届く高さのヒーターが据え付けられ、外がどんなに寒くてもそれが仕事に差し支えるということはない。とはいえ太陽がしばらく顔を見せない日が続けば、戸外は常にマイナスということも珍しくなく、なんとはなしに足元から冷えが染みてくるよう、そんな時には自然とサロンの暖炉の火に寄り添う時間が長くなる。昔は家畜のための小屋として使われていたというレンガ造りの物置の脇に、その屋根と同じくらいまでにうず高く整然と積み上げられた薪の山、そこから4本5本とピエールが一日に何度となく運び込み、暖炉の火は絶やされることがない。その後この号の物語はピエールさんが15歳の時に指の大怪我をしたこと、それでも指を使う職業を選んだこと、本当の職人技を教えてくれた老人のことなど、アトリエで聞いた話が続きます。そういえばピエールはこんなことも言っていました。12月21日からは冬が始まるのだけれど、そこからは日が少しずつ長くなりプラスに向かう、一番寒い季節には違いないのだけれど、そこに少しずつ春が兆すようなのが好きだとも彼は言っていました。アルザスからパリを目指す道はひたすら西を目指して走る、つまり太陽を追いかけていく道。後ろを振り返ればもうすっかり夜の闇に包まれているのですが、目の前には長く光があり、しかも夕焼けがとても見事です。こうして随分と長い時間光のスペクタクルを
楽しませてもらいながらたどる家路。空からの思いがけない贈り物をいただいたような、そんな冬の午後でした。